ごめん。ううん、私が無理に誘っちゃったからこんなことに。無理だなんて、そんな。今日はもう帰るね。また大学で。ミラン先輩、さようなら。この時の僕には分かりようがなかったんだ。だって自分がこの地獄の果てに世界一周することになるなんて。君に伝えたい愛のプロローグ、繋いだてドキドキする虹のメロディ奏でよう。また朝からダラダラしている。おはよう。ひょっとして今日も大学を休むつもりなのか。律子姉さんこそ、法律事務所は休みなの？今日の出勤は午後からだ。まったく、私はお前をそんな緩んだ人間に育てた覚えはないんだが、これはまたどこかで厳しくしつけ直す必要がありそうだな。大丈夫だよ。宗隆、何か大きな悩みを抱えているんじゃないのか？え？どこか落ち込んでいるような、苦しんでいるような、そんな雰囲気をずっと感じてたんだ。別に悩みなんて。ほら、昔みたいにいい子いい子。お前はこうしてあげるといつも安心して何でも話してくれただろう。いやいや、だからってもう子供じゃないんだから。宗隆、お前の姉さんはそんなに信用できない姉さんなのか？え？私には困ったお前を助けることができないのか？なるほど、許せないな。うん、俺も自分が情けなくなった。これじゃまるでダメ男だ。初体験失敗で昇進のお前をえぐるようなその女の態度。え？腹綿が見えくり返るようだ。でもこれでわかった。お前が幸せになれるよう、彼女をリードできるように私が全力で応援しよう。うん。まず服を全部脱ぎなさい。え？律子姉さんは出張で明日まで帰らないし、晩ご飯どうしよう。ところで、真白姉だ。二人ですが、おっとりとした雰囲気と抜群のスタイルの超人気キャスター。いとこといえ、なんかもう手の届かない存在になっちゃったな。それです、それです。子供の頃はラブレターなんて書いたりしてたっけ。むっけー。真白姉、なんでここに？リツカお姉ちゃんから連絡があったんだよ。留守の間ムックンを頼むって。主に食事。そうなんだ。うん、メインはブリ大根です。へえ、ブリって普通旬は冬じゃないの？古いな。今はね、夏でも美味しいのが出回ってるんだよ。へえ。
うまい。味が染み込んでいて魚の臭みがない。こちらはだし巻き卵。ほう、これはどうだ。上品なカツオの香りが口いっぱいに広がって旦那様に頑張ってもらうためにも、美味しくて栄養ある料理を作れるようにならないと。旦那様。はーい、お食事中ですが、ここで一つ質問です。え、ムックン、彼女さんと何があったかお姉ちゃんに全部話してくれる？すごく辛そうだったから、もう見過ごせないよ。お姉ちゃんを信じて全部話して。この展開、これはやっぱり、あ、あれ竹坂若菜じゃね？おお、日本テニス界のプリンセス。可愛くて強くて、何よりあの胸最高だよな。若菜姉さん、俺の2番目の姉さんだ。あの一件で家を出てしまって以来、長い間会ってないな。若菜姉さん。午前中は雨マークが高まっていて、電気がついてる。この時間になるともうほとんどの地域で雨は上がっています。北陸東海地、おかしい、テレビも消して出たはずなのに。スポーツウォッチ、今日は残念なニュースです。人気絶頂の竹坂若菜選手、膝の不調でまさかの全英オープン欠場です。え、数日前、まさかひょっとしてこれって若菜姉が、現在はここに。いっ、捕まえた。はい、宗隆。若菜ね、なぜ？なぜって、もちろん愛しのダーリンを成し遂げるためよ。まだ諦めてなかったのかよ。諦める？そんなはずないでしょ。私はね、テニスのことと同じくらい君のことを考えてるんだよ。だから今日こそ、あの時で、お姉ちゃんとしよう。そうか。ミラン先輩と初体験の時にフラッシュバックしたのは、やっぱり。ミラン？初体験？ねえダーリン、ミランって誰？お姉ちゃんを信じて全部話してくれる？はあ、この展開は！まったく、兄弟で一線を越えようなど、そんな不埒な行為が許されるはずがないだろう。そうね。でもそれっていつかお姉ちゃんが言える立場なのかな。え、真っ白、なぜここにいる？これこないだムックンとエッチなレッスンした時にお洗濯した服を持ってきたの。あ、そう、ちょっと真っ白ちゃん、エッチなレッスンって何言ってるの？彼女さんとできるよ、ムックンにエッチな指導してたんだってね、リツカお姉ちゃん。聞いたのか？何よそれ、私を散々叱っておきながら、びっくりよ。リツカね、ちょっと誰、ね、誰に言ってやってよ。僕は愛するハニーがいればそれで十分ですって。俺のために本当に尽くしてくれてるのに、こんなのでごめん。トリプルカマチョ、ともかくここは長女である私が、宗隆ができるよう責任を持ってレッスンしよう。気持ちはわかるけど、リツカお姉ちゃんは兄弟なわけだから、ここは一線越えても大丈夫な私の方が。一線越えるだと？はいはい、そこでストップ。本当はみんなわかってるんでしょ？これはもう、言ってしまえば一人の男をかけた女同士のガチ勝負、白黒決着つけようじゃない。決着？今からそれぞれ宗隆にエッチなレッスンをして、その中から一人だけ選んでもらう。いざ恋人最終決戦よ。いや、僕ものは辛いね。僕はどこまでもどこまでも兄さんについていきます。ちょっと、決戦って何言ってるんだよ。リツカね、若菜ねを止めてあげて。よかろう。伊達や水郷で竹坂と少女は務まらぬ、勝つのは私だ。ビビうるせえひよこたちだな。司法試験現役ボーダー、
エリートの力を見せてやろう。無駄無駄無駄。ウッ君と法律上結婚できるのは私よ。というわけで今から私たち三人は個別の部屋に分かれる。宗隆は一部屋ずつ回って三人レッスンを受けるの。そして最後に誰が一番良かったか選んで、今後はその人とレッスンを続けていくことになります。ダーリン、浮気は許さないっちゃよ。みんなのんきなことをまだ気づいてないんだな。俺の仲出し欲求がすでに限界に来てることに。若菜ね、その格好はちょっと懐かしい気分ね。男って好きなんでしょ JK が。まあ宗隆も知ってると思うけど、子供の頃私本当に気弱で。そうだったね。いつも近所の男の子たちにいじめられて泣いてた。その度に宗隆が駆けつけて助けてくれて。大丈夫だよ若菜ね。私思ったんだ、ヒロインと結ばれる運命の王子様、私にはそれが宗隆なんだって。そんな、それじゃあ若菜ねえは あの頃からずっとずっと俺に恋しながら生きてきたってことか。なるほど、全員思う存分宗隆とレッスンできたわけだ。私とダーリンの絆には誰も割り込めないわ。ムックンは完全に私の虜だと思うな。私はすでにお腹に宗隆の子が。それリツカ姉さんの妄想でしょ。でどうなの宗隆くん。いやみんなよくて決められないかな。帰り遅くなっちゃった。あれ水星かしら、綺麗。